ところに夢を追い続ける少年がいました。しかし彼は夢が大きすぎるばかりに、叶いっこない、現実を見なよと笑われてしまいます。そんな時、少年は不思議なサーカス集団、先進サーカスに出会います。僕たちのサーカスがきっと君に勇気を与えてくれるはずと彼らは言いました。果たして彼らはどのような物語を見せてくれるのでしょうか。さあ、間もなく曲芸ドリームの開演です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、どうしてみんな僕の夢を笑うの？なあ、少年、夢を笑われたのかい？そうだ、僕たちのサーカスに招待しよう。きっと君に勇気を与えてくれるはず。さあ、ついてきて。みなさん、これより始まる夢のサーカス。それでは、お楽しみください。種も仕掛けもございません。ステージ上に炎を乗せた。アイレディー、イッツショータイム。皆さんご一緒に、ほうほう。さあさあ、皆さん手拍子。しました。皆さんお楽しみ。どうによる、そーすね、あなたの特別なこの瞬間、胸が高鳴るこの瞬間、あなたにとって夢を描くきっかけになりますように。夢のかけらを拾い集めて、君の胸に今届け。
ありがとうございました。近畿大学戦士の皆さんでした。